にちは。こんにちは。豊さん、はい、ちょっと今回は斉藤雅樹さんに、はい、嫌なバッター、はい、いろいろ対戦してるからな、はい、どのバッターが嫌だったのか苦手だったのかっていうのをお伺いしたいなと。そもそもいらっしゃるのかどうかですよね、まず嫌なバッターが。いやでもね、俺が想像する中で、ノーヒットノーランずっとやってきて、落合さんに打たれたしのがあるよね。落合さん、あ、最後のことなんですね。これ負け投手になるっていうような試合があったわけよ。はい、だから落合さんは入るのかなと思う。でもまあ、そんな落合さんそうでもない、そうでもない。まああの試合だけと、まあいや、そんなことないですけど、もちろん打たれてますけど、いや、こいつが出てきたら嫌だなっていうの、まあ、僕もナンバーワンはいつも、まあ、こういう時に今までずっと言ってきてるのは立浪なんです。垂れてるよね、立浪。でもどっかのあれで見たらトータルで3割ちょっとなんですよ。違います。いやいや、ちょっと待って、3割ちょっと打てたら、いや あなたね、巨人のエースなんで、で20勝も2年連続やってるピッチャーで、それから3割打てたら、で6本もホームラン通算で打ててたら、はい、あ、よく打ったなっていうことになるわけ。あ、そうですか。そのことではもう4割5割の感じなんですよ、打たれてる感じが立浪に。でパッて見たら3割ちょっとだったんで、大して打たれてもいいのかと思ったんですよ。普通じゃんと思った、はい。で立浪が2000本打った時に、その中で一番ヒット数が多かったのがやっぱり僕だったんですよ。まあそれだけ対戦が、まあ、もちろんそうです、多いっていうことですね。さあ誰、あと、いや、あとっていうか立浪に入った。ただもうなんかちょっと顔見るの嫌だなっていうのとかさ、成績云々というよりも、よく右バッターでそんなにこう打たれたっていう人はあまりいないんですけど、あの中日の彦野、まあ彦野ね、ね、よく打たれた記憶があるんです。それは痛いところで打たれたっていう。あ、まあそうなのかもしれないですね。あの 10.8 の時も僕1点取られたんですけど、あの時あのヒット打たれたのが彦野なんで、センター前に打ったんですよ。やっぱ投げづらさってあるの？っていうか、なんか最後には打たれちゃうんですよね、そういうイメージが。でも、まあ、例えばマウンド上から見てさ、まあ、彦野が入ってくるんでね、やっぱ普通のバッターと対戦するのと、ちょっとやっぱ、なんか嫌な、うん、そう、なんか、そうですね、なんかこう、ちょっと打たれそうな気配にはなるんですよね。それが何なのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、そうだね。で、まあ、あと、若い頃ですけど、西武にイースタンリーグでよくやってた時に、うん、藤野さんって一個先輩なんですけど、藤野、はい、西武で、はい、うん、でこの人に右バッターです。右バッターで、この人 もうやたらヒットになるんですよ。他はほとんど抑えてるのに、うん、その人が来るとヒットになってて、挙句の果てにその人三振取ったんですよ。それが振り逃げになったりするんですよ。だからよっぽどこの人とは合わないなと思ったことは ありましたけど、うん、まあ、あと、まあ、僕スーパーカートリオ嫌でした。なんで？いや、だからなんか3人と同じようなタイプでキャーンとこう打ってくる感じじゃないですか。で 特に屋敷さんなんかこうやたらこうピッチャー返し来るんですよ。でよく屋敷さんの打球バカーンとか当たって当たった声があるんですけど、横浜の太陽のスーパーザートリアです。これは打席でっていうよりも出したらもうやかましいなって思ったんじゃない？もちろんそれもありますけど、やっぱり、まあ、みんな当然左だし、まあ、僕の中ではあんまりこう好きなタイプではなかったじゃなかったね。でもさ、ランナー出ててもあんまり相手にしてくれなかったよね。どちらかというということですか、うん、そんなことないですよ。牽制もあんまりしなかった。まあ結局打者を抑えればいいと思ったでしょ。まあ走られるのは俺だけのせいじゃないし、いや正直そんなことないです。いやいや、あんまりね、牽制しつこくしたことはないと。そんな速い牽制もそんなにはなかった。まあまあどうせ走るんだろうみたいな。あとは村田さんが刺してくれるかなみたいな。ああ、セーフになったらバッターを抑えればいいと思ってたけど、いやいや、そんなことないですよ。そんな江川さんみたいなことないし、いや、でもあんまり神経は使いたくないと思ってたでしょ。まあそうですよ、まあ、
例えば走られてもいい場合もあるじゃないですか、そういう時はそうだし、でも当然、でも1点差とかそういう時には当然生かさないようにはしたと思うんですよ。あんなため言い方。でもそのスーパーカートリオの中でも豊さんとの対戦っていうのはどういう感じですか？福島で逆転ツーランとなったんですけど、はい、もうそれでもやたらと残ってるんですよ。いやもうね、それはね、いまだに鮮明に覚えてる。東球場ですよね。そうそう。で初回にもチャンスやって、一二塁間でヒット打って一打点上げてるんだよ。90年ですよね。そうそう。ちょっともう一つ言わせてもらうと、89年僕11試合連続やってるじゃないですか。その90年もそこまで8試合連続やってるんですよ。関東やってる、関東勝利してるんですよ。だから変えられなかったと思うんですよ、藤田さんは。いや本当はもう交代。いやでも交代というよりもさ、あの時 2-1 で行ってたわけだから、試合が9回まで。あの時は鮮明に思えて、バント失敗したの。豊さんですか？もうバントちゃんとしてくださいよ。バントそうで、エンドランがかかって、そのファールにして、はい、で、そのうちカーブですよね、カーブ、ね、マサヒロが走った。で、ノーアウトセカンドになったけど、絶対引っ張らなきゃいけなくなったわけ。そしたらカーブ、多分ね、あれ、根負けしてカーブを投げたんだと思う。そしたらホームランなんですよ。なっちゃった。もう、あれは嬉しかった。だって打ったピッチャーがさ、やっぱりそんなこと、それは8連続完投しててね、はい、もう日本記録も11って持ってるピッチャーが打ってたっていうのが自信にはなったし。なってないですよ。なってるな。いや、他には嫌なバッター。嫌なバッター。でもそんなに嫌なバッターっていう先入観を話を聞いてると持たない方だよね。まあそうですね。いや、大体のピッチャーに聞くとさ、いやこいつ嫌だった、こいつ嫌だったっていうのが出てくるんだけどさ、だからそういう先入観では投げてないっていうことだよね。うん、そうかもしれないですね。だから嫌なバッターっていうのは分かってるけど、いいバッターっていうのは分かってるけど、これをどうやって抑えるっていうことに集中してたというかさ。まあそうですね。まあどうしても僕嫌だっていうとどうしても左バッターとかになるんですよね、うん、まあだから広島だったら前田とか嫌だったし、まあ、今嫌だっちゃ嫌だったんですけど、でもまあそれほどまあそんな嫌っていう感じじゃないんですよね。だからもうどっちみち対戦しなきゃいけないから、嫌だと思っても仕方ないっていう性格だよね。そういうことですね。そういうことですね。だからやっぱそういうところがやっぱこうエースなのかな。いや普通はもう顔も見るのも嫌だっていうのがいるよ、うん、話を今日いろいろ聞いてきたけど、いやあいつだけは嫌だったなっていうのは絶対出てくるんだけど、そんな特別にいないよね。だって立浪によく打たれてる。でも調べたら3割ちょっとじゃん。いや大して打たれてないじゃんって。なんかポジティブだよね、全部考え方が。考えてないってことでしょ。いやでもそういう風に転換していくの。そういう性格なのかもしれないですね。そういう性格。まあ例えばさ、前回の対戦で、あこいつに打たれたなっていうのはやっぱ覚えてる、はいはい、あ今日はこういう風な感じでちょっと抑えにかかってみようかなっていうのはあるわけです、うん、まあそうですね。でももう結局はその時の騙し合いじゃないですか、うん、もうそんなに僕だってそんなに球種が増やせるわけじゃないし、ただ前回はこんなあの状況でこんな感じで打たれたなっていうのはあるので、じゃあちょっと変えてみようか。だし、まあ、むしろもう一回それで行ってみようかっていうこともあるじゃないですか。その辺はもう、まあ、キャッチャーの人もよく多分覚えてくれてると思うんで、はい、まあ、キャッチャーもそうやってバッターを見ながら、サインを出してくれてると思うんですよね。でもさ、前回打たれたじゃあバッターに対してもう一回行くタイプなの、このパターンで一回打たれたって思えばよしもう一回行ったみたいな、それともやっぱこう手を変え品を変えやっていくタイプだ。まあ、どっちかって言えば手を変え品を変えですね。やっぱ変える。いやもう一回食べみたいな。まあ、それほど強気な選手じゃないよねと思いますけどね。まあ負けられないからね、うん、まあ例えばさ、まあ、オールスターでよくあるから、いやまっすぐ行くよみたいな、
ね、でもそのやっぱ斎藤正樹とこう代打者誰っていう風に対戦になってくると、意地でもまっすぐで抑えに行くとか、そういうことではない、やっぱ負けられないっていう方が強かった、うん、そうですね、よくまあピッチャーはすぐ一本って言いますけど、ピッチャーはすぐだけじゃないじゃないですか、確かに。それ例えばフォークが得意なピッチャーもいるわけだから、その得意なのを打ってこ そ, そのバッターも価値があるんじゃないのかなと思いましたけどね。まっすぐ、ナイスまっすぐ投げてね、からチキンだとかってよく言う人いますけど、そうじゃないと思うよ、お前だったらお前自分の決め球をホームランしていいのよって僕は言いたいですね、確かに、ね、じゃあ例えば初球から打っていくバッター、振ってくるバッターっていうのはそう大したことないなと思った。いや、そんなことない。いや、嫌でしたよ。やっぱり嫌なの。そうです。だから、ストライクを取るっていう感覚がなくなるじゃないですか。うん、それでいっちゃうと、やられることが多いので、そういうバッターですね。でも、これで絶対振ってくるって言ったら、もう最初から勝負、まあ、それこそインサイドをギャーっていったりとか。ああ、勝負球から入ったり、うん、そういうことですよね。まあ、そうしないと、まあ、例えばこうやって、こう取って、こう見せてなんてやってたら、その取ってないように、かばっていかれちゃうから。そういうのはあんまり考えないバッターもいましたし、まあ、でも結構そういう組み立てを考えるバッターもいましてね、やっぱりそんな最初からグリグリ来ないようなバッターっていうのは、そういうストライクを取れる球種とかコースとかっていうのがあれば、そっちをやっぱり優先していったりとかってありますね。でもやっぱりこうやってバッと考えた時に、あ、こいつ何待ってるんだっていうのは、こうひらめきっていうか勘みたいなのあったんですか？なんとなく分かるときって調子がいいと分かるというか、あ、なんかこれまっすぐ嫌だなっていうとか、あ、まあやっぱりそれは、まあ、やっぱ何気なくですよ、それはなんとなくですよ、それはやっぱありますよね。で、話をまとめると、嫌なバッターはいなかったという。いや、そんなことない、そんなことない、立浪だっていうことで、もう一人だけ、なるほど